こんにちは、末高さん。前半沖縄5球団回ってきまして、まあ、前回の動画ではカメラとかテレビでは映し出されないような、こういい側面というか、こんな球団でしたよっていう。ちょっとコメントを控えた選手もいるからね隠し持っとかないとそうです、そうです。で、今日のこの動画では、豊さんが5球団回ってそれぞれ1人だけ注目選手をピックアップしてもらいました。一人だけだからな。そうなんです。見てこの選手このキャンプで良かったよという選手を5名ですね、ではまず中日からいきましょう。おお、行く。はい、中日から。まあね、二遊間に目が行きがちだけど、行きます。やっぱりこう集中的にそこも練習させてるんだよね、だけどフリーバッティング見てて変わってきたなと思うのが、三好選手、はい、打ち方をなんか近本のような阪神のね、まあ、そんな感じで打ってるんだけど、誰かのアドバイスとか自分で見つけた、まあ、加藤がヘッドが言ったみたいだけど、まあ、だけどそれがちょっとはまりつつあるんだよね。あ、じゃあ自分の中でもしっくりきて。いや、しっくりきてるんだと思うよ、ああいう感じで打てるっていうのは、だから三好っていうのが出てきそうな気はするよね。まあ、外野手争いにそうなるんですよね。まあ、ポジション的には、まあ、レフトなのかなっていうような感じはするけども。あ、外国人だから競争があるんだよ、ね、競争がある。で、あの外国人もね、なかなかいいんだよ。あ、そうだったんですか。まあ、守備はそうでもないけども、やっぱ打つことに関しては俺はいいと思うんだけど、そこに三好が入ってきて、いや、三好を使いたいなってなってくるような、そんな感じもあるね。その三好選手のこれまでのバッティングと、そのキャンプで変えてきたっていうそのバッティング、どこに良さを豊さん見ていて感じました？まあ、そうだ、コンタクト率が上がったというかさ、で、やっぱりね、角度によってスムーズに振れるか振れないかっていうのはあると思うんだけど、それがなんかこうスムーズさが出てきたというかさ、まあ、そんな感じはするんだよね。去年まではそのスムーズさっていうのが自分の中でこう打ちたいとか、ああ打ちたいとかあったと思うんだけども、でもそれがなんかこう自分の体の仕組みに合ったというような、そんな感じがするんだよね。その片岡ヘッドコーチがその近本選手みたいな打ち方っていうふうにアドバイスで、その近本選手の打ち方っていうのはどういうことですか？まあ、多少こうやって煽っていこうとするんだけども、それのコンパクト型というかさ、まあ、長打打ちたい人っていうのはうわーっとくるんだけど、近本っていうのはできるだけコンパクトにこうアッパーというかさ、少し入れていくという、まあ、そこら辺の差だよね。だからみんなさ、ドライブラインとドライブラインって入れればいいっていうのじゃなくて、それよりもちょっとアレンジ型というかさ、まあ、そこがやっぱちょっとハマったのかなという感じがするけど、だからあの広いバンテリンで別に長打はいらなくて、そのいや、いらないね、そういう近本選手みたいな、ああいうバッターが立浪監督も欲しいってなると、やっぱり三好選手にチャンスが、いや、それはあるよね、出てきますよ。だからまあ、ちょっと変わり身を感じたけどね、すごくね。続いてヤクルト行きましょうか。ヤクルトはね、橋本、育成の選手なんだけど、バッティングはいいよ、この選手。いや、キャッチャーだからさ、内山もいる、中村もいる。そうですよ、まあ、中村、内山、古賀もいる、もうそんなことを考えてるとさ、なかなか難しいんだけど、やっぱバッティングはね、いいよ、すごく。どんなバッティングする選手？いや、広角に打てるよね。うん、で、素直に打っていくしさ、どんなタイプのバッターなんですかね、他の選手でいうと。誰に近い？誰に近い、こういうタイプかなみたいな。いや、だからまあ、アブレジッターだよね、そんなにパワーとかそんなんじゃなくて、やっぱ的確に捉えていくというような、まあ、そういう選手なんだけどさ、まあ、タイプって言われてもちょっと困るんだけど、ヤクルトの今のでもね、言えば中野に近いような感じだよ。阪神の中野選手、中野とか、まあ、近本とか、はい、まあ、ああいう感じ、まあ、おそらくハマったら飛んでいくような、まあ、そういうバッティングもしてるしね、だから、まあ、すごく非凡なものは感じた。これはまあ、やっぱこう支配下になってくるのかなっていうふうに。ヤクルトっていうと、やっぱり長距離バッターとか大砲が多いイメージが、この打順の中でたくさんいるイメージがいる中で、まあ、ね、まあ、大砲、中距離がいる中で、やっぱアベレージっていうことになってくると、やっぱ3割近くとか、3割打ってくれないと、この大砲がいけなかったり、中距離ヒッターがいけなかったりするから、ひょっとしたらいい選手になるかもね。高津監督はじゃあ、注目などしてるんでしょうか？いや、多分ね、いや、あのバッティングを持って注目してない人はいないと思うよ。
でもキャッチャーじゃないですか。いやだからそこなんだよ。コンバートとか、まあ、内山なんかは、ね、内野ノック受けてたからねいや出るためにそっか、その内野ノック受けさせためちゃくちゃうまいぞお前。これコンバートあるかもしれない。いや可能性はある。いやだからその橋本っていう選手も、うん、あのバッティングを生かすためには、うん、キャッチャーとしてなかなか出れないからね、うん、だからその宝を生かすためには、まあ、コンバートっていうこともあるけど、はい、コンバートって言ってもポジションがない。ヤクルトの場合はないわけよそうですよね、うん、ただあのバッティングは使えると思う。育成ですよね、まだ。まだから見けたってことですよね。そう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 。はちょっとチェックします。橋本選手ですね、はいはい。DeNA です、注目選手は井上。はい、まあ、渡れって言ってるけども、うん、もうそのやっぱドラフト1で取って社会人でね、うん、まあ、だからまあやってもらわなきゃいけない。ただその井上っていうのが、うん、その紅白戦で3番に入ったんだけども、はい、浜野ギーターとかになるみたいな、うん、結構振りも強くてみたいな、まあ、そういう感じだったんだけど、状況においてバッティングを変えられる、うん、頭のいい選手なのかなっていうのを感じた、うん、で振りながら振りながら振りにかかりながら待てるんだよね、ボールは。でそのまま行っちゃわないんだよ。止めることができる。でああいうことを見てると、あいいなって思うんだよね、うん、そのまま振っちゃうとさ、はいはいさよならみたいな、うんうん、まあ、そんな感じになっちゃうんだけど、なんかね打ち方を知ってるとか、全て打ちに行って止まれるというかさ、はい、だから選球体っていうんだけど、うん、打ちに行って止まれるっていう、選球眼ではないんですよね、うん、選球眼っていうのは見てパッとこう、うん、でもこう打ちに行って止まれるっていうのは選球体って俺は思うんだけど、うん、それがなんかある選手だよね。それがしかもルーキーでできてるってすごいですね。いやすごいな。だから俺はなんか浜のギターになるとか言われてても、雑でブリブリ振って、うん、壺に来たら持っていくのかなっていうようなまあそんな感じがしてたんだけど、うん、イメージはちょっと違った。その繊細というか、あだから緻密というか、そう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 、いやだから非常に非凡なものを感じたね。でも将来的にはこれうまくいけば、そのクリーンナップ、まあ、3番とかで牧選手と組むような感じ、可能性はあるよね。あ楽しみですね、うん、井上選手。ただ守備がなって思うんだよね。守備、うんうん、どうでした。いやまあどうでしたで、守備機会というのはあんまり見てないけども、うん、やっぱこう情報によるとやっぱちょっと守備があって、うん、ただ宮崎も最初はそうだったんだよね、はい、まあ、あの選手は代打でって、うん、だけど使われるうちにどん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 上手くなっていって、もう外せない選手になった。もうバッティングが抜群に良かったからさ、はい、だからまあそういう形の選手なのかなっていうのは、うん、まあ、使いながら上手くなっていくという、うん、あの守備はね、はい、まあ、バッティングはやっぱ非凡なものがある。どうしてもね、やっぱり DeNA っていうとルーキーのドラ1の渡来選手に目行きがちなんですけど ね、注目はね集まるけども、まあ確かにいいけども、うん、やっぱ井上っていうのもやっぱ魅力感じたな。注目ですね、井上選手。で、阪神です。阪神いっぱいいると思うんですけどね。いやこれはね、いっぱいいるんだようん、うん、で、スカウトの人にも聞いたんだよ、はい、いやドラフトがうまくいってますかねっていうようなことを言ってたけど、これはあの岡田監督が例えば外国人使わなくても戦っていけるって、うん、いうぐらいやっぱりこう有望な選手、力のある選手がいるしね、うん、はい、まあ、その中で、まあ、野口って言いたいところだけど、うん、やっぱ前川がいいわ。あこのキャンプ前川選手いいですか。いやーやっぱちょっとね、若手の中でもバッティングの質という意味では抜けてるかなという、うん、インサイドのさばき方なんかめちゃくちゃうまいもんね。もともと前川選手ってすごいキャンプ。いやバッティングは良かったけど、うん、だから比較対象がその時は前川だけだったじゃん、はい、だけど野口が出てきたんだとかさ、いろんな若手が出てくる中で、うん、やっぱちょっとバッティングは抜けてるな、あそうなんだ、うん、と思う、うんうんうん、使いたい使いたい使いたい、あのね、やっぱり外野手争いってなると現状で森下選手もいますし、まあ、近本はもうね鉄板で決まってるけど、はい、まあ、両サイドそうですね、まあ、森下になるんじゃないかなって思いながらも、うん、バッティングはじゃあ森下選手と前川選手、そのキャンプで見ててやっぱ前川選手いいものありましたか。見ててちょっと魅力が2人とも違うんだよね、だから森下っていうのはやっぱこう甲子園でも20発打てるのかなっていうような感じがするけども、前側は3割打ってくれるのかなっていう勝負強さがあるというか、はい、なんかそんな感じがするね、うん、だからレフトライトで守る可能性もあるし、あじゃあノイジーはどうなるんだろう、どうなるんだ、まあ、ノイジーも
なんか20万ドルぐらい下げられて、うんうん、それでも契約して残るっていうようなことを本人が決めただけにね、だからやっぱその意志の強さっていうのはあるだろうし、うん、でも前がいいわあれはね、やっぱね、こう日本的に古臭く言えば武士だな。武士な、前もなんか言ってましたもんね、武士ってね。そう、だから前田に通ずるところがあるような感じがする。前田智則さん、そうそうそう、あいいよあと私の個人的なあれで、はい、あの126の育成のルーキーの福島選手、はい、足早いな、盗塁も決めて、すごい岡田監督もそのクイックの速いピッチャーの中であれ盗塁盗んで、しかもセーフになってたって言って、結構ね、あの第二の赤星さんみたいな感じで言われてますけど、まあ岡田監督の頭の構想の中で、うん、ベンチにいる選手の一人になってくる可能性はあるよね、うん、だからその島田とか、はい、上田とか、はい、まあ、いろいろ走れる選手いるけども、うん、まあ、その一角との勝負になってくるよね、うん、まあ、まずはその支配下にならなきゃいけないけどもね、うん、まあ、だけど素敵な足はあるよ、うん、本当にあの素晴らしいピースが自分にはいや、もういますね、本当にあるですよね。これは岡田監督に話聞いたんだけども、うん、他のチームっていうのはレギュラーに故障が出た時に、うん、こう埋める選手が非常にこうレギュラーとの選手がたくさんあるけども、うん、阪神ってあんまりないような感じがするんだよね、うんうんうん、だから、まあ、本当に阪神の選手たちは怪我も怖いだろうし、下からの突き上げっていうのは怖いと思う、ね、うんうん、そうですよ、乾かしてられないっていうのがありますもんね、はい。さあ日本ハムですけれども、日本ハムはね、もういろんな選手が若手でいるんだよ、はい、まあ、今が筆頭に大好きだねそうそうそう、ただね、ここの注目っていうのは外国人だな。あ、2人いますけれども、新しい外国人、レースとスティーブンソン、はい、そうだな、まあ、それじゃ面白くないか。いやいや、いいですけど、ただね、やっぱキャッチャーを誰にするかだよ。まあ、そうですね、日本ハムは、うん、キャッチャーらしいといえばルーキーのシントがいいかなって、うん、はい、打てるキャッチャーなんだよね。日本ハム打てるキャッチャーいますよね、うん、タミヤとかね、はい、そうだし、うん、あとやっぱバッティングで抜けてるのは清水かなと思う。清水のバッティングっていうのは、うん、これはあの使えるバッティングなんだよね。だけどルーキーのシントもバッティングを打てば、肩は抜群に強い選手だからさ。あ、そうなんですね、うん、ただ郡司がサードに回ったっていうことはあ、だから伏見もいるしな、そう、ベテランの伏見選手いるしで、だからどうなんかなとは思うよな。まだ厳しいですか、その中に入っていくのは。いや、まあ、だけど新藤っていう選手がルーキーで、まあ、ルーキーのキャッチャーを使うっていうのは本当によっぽどじゃないと使えないと思うんだけどもね、まあ、ただし打ってくれてあの肩を持ってたら新庄監督が魅力を感じるんじゃないのかなって。今のじゃあ日本ハムで3つのグラフでこう綺麗に揃ってる選手ってキャッチャーで誰？いないっていうね。いない、まあ新庄監督もいないっていうし、だどっかのバランスはたけてるけどこっちが足りないとか、うん、とかいろいろあるらしいんだけど、可能性としたら、はい、やっぱ新藤が肩もあるし、あとはリード面、キャッチング、まあ、バッティングはそこそこ打てるとは思うんだよね、うん、だからここら辺が揃ってくると新藤なんていうのは面白いなと思う、うん、じゃあ新庄監督ももちろん目をかけてるというか注目してますよね。まあ、ね、だからフリーバッティング見てても新藤なんていうのは捉える能力が高いし、うん、だから面白い存在になっていくなっていうのは感じる。おお、なるほど、はい。まあ、今ね回った5球団の注目選手5人、ね、5名挙げましたけれども、まあ、ここからねまたちょっとアメリカを経て、はい、また第2弾の沖縄に今度はまあ巨人とか他のチームも回るので、はい、そちらも回ったらまたそっちの注目選手もぜひ挙げてください。もちろんです。はい、はい。